共和国議会議事堂1980年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1980年10月5日に行われた選挙である。前年12月に行われた総選挙で勝利した民主同盟が、1974年のカーネーション革命後初めて中道保守政権を発足させて、 以降初めての選挙となった。この選挙では、社会主義体制への移行、労働者の自主管理、国営企業の民営化禁止など社会主義的色彩が強い現行憲法の改正をめぐり、現行憲法維持の立場を取る、共和社会主義戦線と統一人民同盟に対し、現行憲法を改正して、より自由な体制への移行を主張する民主同盟が争う構図となった。 選挙の結果、サカルネーロ首相が率いる中道右派の政党連合である AD が予想外の対象をする結果となった。一方、左派勢力は PS が FRS 参加党派も合わせて、かろうじて前回議席を維持、APU は6議席を失うなど議席を伸ばすことができなかった。AD の勝因は PCP が ソ連のアフガニスタン侵攻を支持したことに対する反発から同等の地盤であるリスボンや南部農村地帯を中心に支持を大きく減らしたこと何より首相就任から9ヶ月のサカルネイロ首相の政策が広く国民に受け入れられたことが挙げられる選挙で勝利した AD は社会主義への移行を規定した現行憲法を改正を考慮に掲げておりエアネス大統領と 憲法改正をめぐって対立した。しかし2ヶ月後、大統領選挙直前の12月4日にさ、カルネーロ首相は飛行機事故で死亡、12月7日の大統領選挙で、エアネス大統領は与党エディが押したカルデロン元将軍を退けて再選を果たした。さ、カルネーロ首相の死後、PSD 党首に就任したフランシスコ・ピントバルセマンが、 翌1981年1月5日、首相に任命された。国立国会図書館政治議会家憲法室、庭野和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、CLAIR リポートの274、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ各政党の得票率は、有効得票と、白票。 無効票を合計したものを100として計算したものである。中道右派政党の社会民主党や民主社会、中央党、人民君主党による政党連合。社会党が独立社会民主連合や民主、社会主義左翼連合、社会主義左翼運動と結成した政党連合。ポルトガル共産党がポルトガル民主運動と結成した政党連合。 極左諸政党によって結成された政党連合、ありがとうございます。